阪神競馬11レース若葉ステークスリステッド競争皐月賞トライアルです。芝コース2000メートル10頭によって行われます。1着馬2着馬には皐月賞の優先出走権が与えられます。芝コースはやや重、スタンド前での枠入り、各馬収まりまして最後10番うなぎのぼり、うなぎのぼり収まりました。スタートしました。まずスタンド前1コーナーへ向かいます。6番デシエルトが出ていきます。2番手5番ストロングウィルです。あとは固まって英会マッケンロー、そして3番フィデル、内輪2番の名将ラナキラ、さらには名将グネビが行ってベローナシチ、そして後方は1番湘南アデイブ、外にうなぎのぼり、最後方7番サクセスドレーク、10頭が第1コーナーを迎えます。先頭は6番デシエルト、逃げてリードが2馬身です。2コーナーへ向かいます。追っていく5番ストロングウィルが2番手、あとは2馬身差、3番手は3番フィデル、差がなく内2番名将ラナキラで2コーナーをカーブして向こう上面へ、2馬身差英会マッケンド、そして内4番ベローナシチー、さらには半馬身差1番湘南アデイブ追走しています。そして2馬身差8番の名将ウネビ、後ろから3番手後方2頭は7番サクセスドレーク、最後方うなぎ登りです。前半 1000m は1分0秒8という時計。さあ各馬第3コーナーを迎えます。逃げている6番デシエルト、リードが1馬身差を詰める5番のストロングウィル、残り800を通過、3コーナーをカーブします。1馬身差2番の名将ラナキラ、3番手そして1馬身差4番手が3番フィデルです。3、4コーナー中間へ、あとは英会マッケンロー、湘南アデイブ、間には4番ベローナシチ、4コーナーへ向かいます。7枠2頭サクセスドレーク、さらには名将ウネビ、最後方うなぎ登り、第4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいます。逃げている6番デシエルト、デシエルトリードが2馬身3馬身ちょっと突き放したか。2番手は5番のストロングウィルです。内からは2番の名将ラナキラ、フィデル伸び足はどうか、外から4番のベロナシ追い込んでくる。200は通過した。逃げる6番デシエルト、リードが3馬身、外から2番手4番のベロナシが上がってきた。先頭は6番のデシエルト、デシエルトゴール、デシエルト逃げ切りました。そして2番手最後外から伸びた4番のベローナシチ、この2頭が皐月賞優先出走権を手にしました。勝ち時計2分0秒に上がり、4ハロン47秒0、3ハロン35秒3です。スタートしてスタンド前で先手を取った6番デシエルト、逃げ切りました岩田安成騎手です。そして2番手争いは最後外から伸びた4番ベローナシチ、3番フィデルは3番手か、内は2番名将ラナキラ、外には8番名将ウネビ、到達順発表されました。1着6番デシエルト、2着4番ベローナシチ、この2頭です。3着3番フィデル、4着2番名将ラナキラ、5着8番名将ウネビ、確定までお待ちください。これで3連勝ということになりました。しかも今回初芝だったんですけれどもね、ドレフォン産駒のデシエルト、そして2着がベローナシチということで確定となると、この2頭に皐月賞の優先出走権ということになります。新生誕生という感じになるんでしょうかね、ベローナシチ、そして惜しくも3着が3番のフィデル、6番4番3番2番人気4番人気1番人気の順です。単勝6番 3.8倍、枠連46 17.9倍、馬連4番6番 17.7倍、馬単6番4番 27.1倍、三連複3番4番6番 12.9倍、三連単6番4番3番 83.0 倍です。確定までお待ちください。